回は2022年9月のコーヒー&カーズの続きをお伝えします。インディーカーレース、その中でもインディアナポリス500は世界最速の周回レースで有名です。インディーカーシリーズの最大のイベントです。こちらのコルベットはコルベットが大会第79回目の1995年にペースカーだったものを527台レプリカを生産した中の1台です。ちなみにこの1995年のインディ500の優勝者はカナダ人のジャック・ビルヌーブでした。
それではまた続きをお伝えします。